2024年5月2日木曜日、不思議レモンネットラジオ、今宵不思議なラジオでということで、今宵も不思議の扉へようこそ、不思議レモンです。さあ、今日は木曜日8時お送りしていきたいと思います。この他、不思議レモンの最新情報、不思議レモン何した、お次はレモンニュース&エンタメチェックのコーナー、新入社員ね、会社入社から1ヶ月ほど経ちますけども、まあ、5月病とよく言いますけども、まあ、そろそろそのような、ね、時期ということで、駅で名刺配り200枚、飲み会不参加なら死刑という、なかなかあの、ね、怖いタイトルなんですけども、まあ、1ヶ月で起きた新社会人の現場でもう辞めたいという、もしくは辞めたという方のこのようなニュース。そして猫を飼ってらっしゃる方はね、分かると思うんですけど、猫が出すゴロゴロ音ですね、あれは実は猫は使い置きをしてるって本当ということなんですけどね、そういうニュースをお送りしたいと思います。シスポは今日もレモンの千葉ロッテマリーンズのコーナー、トレンドレモンですけども、サービスエリア、パーキングエリアランキングということで、まあゴールデンウィークね、遠出される方多いと思いますので、そちらのランキング今日はご紹介したいと思います。今日も8時から30分間どうぞよろしく。それでは今日のオープニング中でございます。不思議レモンでネタや、この番組は新日本クレーベルの提供でお送りいたします。このコーナーは最新のシゲレモンニュースを自分自身で言っちゃうというコーナーでございます。ここからはシゲレモンの最新情報、シゲレモン何したのコーナーでございます。ネットの配信予定行ってみたいと思います。8時以降のラジオ、現在はシゲレモン公式 YouTube でプレミア公開中。プレミア公開終了後はシゲテレビにて配信、シゲレモン公式内外部同時に配信しております。この後9時です、木曜日9時、ひでもく21時、西城秀樹ということで、私ミュージシャンのシゲレモンがですね、レジェンド西城秀樹さんのコーナーをしておりますけども、今日は細かすぎる西城秀樹ピックアップということで、細かすぎるほど秀樹さんのニュース、ね、様々な話題を、ご紹介するというコーナーとなっております。チャンネルをこのままこの後9時、ぜひご覧ください。10時から1年前のシゲレモンコンテンツを再配信、プレイバックシゲレモン。1年前のシゲレモンニュースはファンサイト演奏して、1年前の今宵不思議なラジオでのプレイバックは不思議テレビにてこの後10時プレイバック配信いたします。ぜひチェックしてください。今日のネット配信予定でございました。今日のシゲレモンシジュールということで、
今日はちょっと寝不足気味でございましてですね、半分目が閉じかけながら今やってるというわけなんですけども、昼過ぎからこちらのラジオ収録、結局昨日は、ひでもくまで到達できませんでしたので、今日はこの後収録を、する。今日はまあ音声収録になりますのでね、そんな時間にか、時間はそれほどかからないと思いますので、まあ、なんとか間に合うかなと思うんですけどもね、そのような今日は感じの、一日でございました。過去に進めと誓う。あの子を迎える大きな窓からデノラル方へ、勝手に広がるゴールへ導く日の向くままに、yeah。やがて君に届く。あの子を迎える大きな窓が手の鳴る方へ、勝手に広がるゴールへ導く日の向くまま。ギター三崎下田カモン、一人になってあなたもまた一人になって、もうちょっとやり直せるなら少しの呼吸自重しては、また歩き出す仕草にてはなれる。あの子を迎える大きな窓から、お送りしたのはしきレモンで手のなる方へ、ライブイン大阪でした。CM の後はレモンニュースエンタメチェックです。しきレモンファンクラブ演奏のお知らせです。しきレモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そしてふしぎレモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、ふしレモンリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくは不思議音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。
思議レモンのデジタル写真集、屋根裏の果汁物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円月額1100円。不思議音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス TrueFine、 月額1100円で不思議音楽レーベル全アーティストのシングルアルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。不思議レモンライブスペース電脳不思議レモショー、月額1100円で不思議レモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。不思議テレビじゃん、不思議音楽レーベルのネットテレビ、ネットラジオが聞き放題、月額1100円。不思議テレビじゃん、テレビ、不思議テレビじゃん。シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。不思議レモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。不思議ネコニャンズデジタルハウスへどうぞ。レモンニュースエンタメチェックのコーナーでございます。このコーナー最新のニュースエンタメを独自の線であやくや言うコーナーでございます。まずはこちらのニュースから。こちら5月2日アイラドットより、駅で名刺配り200枚、飲み会不参加なら死刑、1ヶ月で会社を辞めた新社会人の現場で起きたことということなんですけども、まあちょうどこのゴールデンウィークを境にですね、5月病というんですかね、全く無縁なんでわからないんですけども、まあね、よくもう会社に行きたくない、もしくは辞めるというような現象がまあねよくあるわけなんですけども、ちなみにこのタイトルにあるようにですね、実は入ったら駅で名刺を配らさされたということで、ノルマがあって1日100枚配り終えるまで帰らせてもらえなかったということできついですね。まあそれを不動産会社に入って、まあ1ヶ月っていうかね、経ってみるとですね、いきなり、まずはその駅で、まあ、ノルマがあって名刺を配れというふうに言われたと。でそれがやっと終わったら、今度は営業電話をかけろって言われて、このリストに片っ端から電話をするようにというふうに言われたということなんですよね。でまた、違う方ですかね、その飲み会ですね、飲み会に参加したらですね、先輩から一発ギャグを強要されたということで、あとは、まあ、同期の女性も参加していたのに、その女性関係についていろいろ聞かれたりで、もう行きたくないと思って飲み会にね、参加しないというふうに決めたんだけども、もう言ったら参加しないということは死刑だからねというふうに、まあ先輩から、まあ吐き捨てられたということで、これ結局ですね、なんかその昭和の働き方をこうね改善してみたいな感じのことを結構 SNS で言ってる人とかいるわけじゃないですか。現状は全然ね、まあ言ったらかなりのブラック、隠れブラックというか、まあ多分ね、これはあるあるなんですよね、結構。なんか外側だけで、あと訴えたとかも、まあ言ったら、そういう明るみに出た人は、そういう実情だということになるんだけど、実際はね、僕全然変わってないと思いますよ。会社とか行ったことないけど。いや、なんとなくその聞いた話とかね、いろいろ見ますと、全然、改善はされてない。やっぱりこんなもんだと思います、どこもね。だからね、僕はね、このゴールデンウィークというものは違った意味で、いいことだと思うんです。というのも、まあ言ったら入学式から1ヶ月経って、この、まあ言った1ヶ月後に1週間ぐらい、まあ休みがあるわけじゃないですか。ここでいろいろ考えられますからね。だからなんか変に、根性ね、出してまた行けっていう考え方よりも、もう僕は、その会わなければやめろっていうタイプの人間なので、もうだからいいきっかけだと思うんですよ。1ヶ月働いて1週間休んでね、はい、またやりますかってなった時に、もう嫌ならやめたらいいんじゃないですか。そういう意味を込めますと、このゴールデンウィークっていうのは非常にこう合理的かなという、思うんですよね。もう無理ならやめようという、と思うんですよ。だから名刺100枚、不動産屋で電話片っ端からかけろ、飲み会に出なきゃいけない、死刑だって言われる、いやーそれはやめるよね。僕ならやめるよね。
お送りしたのはシギレモンのペーパーカップスタジオライブアナザーバージョンでした。こちら5月2日 FNN プライムオンラインより、猫が出すゴロゴロ音、使い分けをしているって本当、どんな風に鳴いているのか見分けるということなんですけども、まあ猫飼ってらっしゃる方はね、もう誰もがね、飼い主の方は分かると思うんですけども、猫っていうのはゴロ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 という風に、音を鳴らす、喉のあたりをですね。でまあそれを、このゴロゴロ音の、様々な音があるということで、獣医さんがそのような分析をされているということで、リラックスしているとき、機嫌のいいときは中低音、何かを求めているときは高い音、ストレスを感じているときは低くて大きな音という感じなんですけども、まあ、基本的にうちは中低音が多いかなという、大体どこのニャンも中低音なんじゃないかなと思うんで、高い音とか低い音っていうのはなかなかわからないですね。大体その中低音なんじゃないですかね。あの猫って、あのその言ったら犬と違って兄弟みたいな関係でよく言われるんですけども、ですのでそのなんかそのなんていうの、ご主人と思っているわけじゃなくて、まあもうなんか仲間意識みたいな猫ってそんな感じが、するんですけどもね。まあうちの場合はいつも大体、トコトコと来てですね、まあお膝とかに乗ってきてですね、でまあ撫でてやると大体ゴロ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 と、いう音を出すというのはございますけども、レモンの千葉ロッテマリーンズ応援曲ということで、オリックスとの、ね、2戦目が行われましたけども、なんと6対3で逆転勝ちということでね、まさかの9回に、ね、逆転ひっくり返すといういつもうちがやられるパターンをというのもやはりオリックスのクローザーも平野投手で、まあ、うちの増田投手と同じく平野劇場とよく言われている投手でですね、まあ、たびたびピンチを起こしやすいクローザーでございまして、見事そのお株を奪うようなうちの感じでね、最後はね、久典ちゃんが見事安田選手が決勝打を打つということで、まあ、非常に素晴らしい大逆転勝利、まあ、ここぞの安田選手は本当にすごいですね。そんな中、石川慎吾選手は猛打賞ということで、小川選手も猛打賞ということでね。で増田投手はね、その裏登場したんですけども、3回1回を三者凡退に抑えてですね、かなり復活したような雰囲気でございまして、うん、逆に安定しましたね、平野投手と違って、ね。いやー本当に、まあクローザーって本当に大変なポジションなんでね、なかなかこう打たれては失敗しても攻められないというか、じゃあ代わりに他誰ができるのかったらね、結局できない人が多いんでね、大半なんでね、うん、平野投手も増田投手もそういう意味では劇場と言われてますけど、他の人はその劇場というかそのクローザーにはまることもできませんからね、そう考えるとなかなかまあ何とも言えませんけども、まあ本当にね、見事な勝利でございました。レモンニュース&エンタメチェックでした。トレンドレモン、新しいもの、流行りもの好きの私、不思議レモンが最新のトレンドについてあやふやるトレンドレモンのコーナーでございます。今日は、サービスエリア、パーキングエリアランキングということで、これは2023の、ね、ランキングになりますけども、まあね、全然まだ、
1年前なので、ね、活用できるのではないでしょうか。ベスト10をお送りしていきたいと思います。それではまず第10位、徳島道吉野川サービスエリア上り下りということで、まあ、いたらね、徳島の、まあ、サービスエリアということで、隣接吉野川ハイウェイオアシスにある温泉があると、温浴施設、美濃田リンクかね、の湯が人気ということなんですけどもすごいですね。もうサービスエリアで入れんのお風呂いやーこれはでもいいですよね。9位、長崎道金龍サービスエリア上り下りということで、目の前に金龍山を望む眺望が美しいサービスエリアで、レストランやショッピングエリアでは長崎ちゃんぽんやラーメン、トルコライスなどの名物を味わうことができるということなんですけどね。駐車場の横にはドッグランも併設されているので、ワンちゃんを連れて訪れる人も多いということなんですけども、すごいですね。金龍公園っていうのも併設されていて、アスレチックやバーベキューなど楽しむことができる。もうサービスエリアでも何でもね、商業施設みたいになってますけども。まあでもあの、ご当地のその、なんていうんですかね、ご飯というか食べれるのが、やっぱりこのサービスエリアの魅力でもありますよね。8位です。東北道羽生パーキングエリア上りということで、この、東北道羽生パーキングエリアは、小説やテレビドラマに人気の鬼平犯科帳に登場する江戸の街並みを再現したテーマパークのよう。すごいね。なんかあの時代劇みたいなあの街並み。すごいパーキングエリア。ここはおもろいっすね。すごいな。何の意味があるんですか。パーキングエリアとその江戸の街並みってなんか全然違うような感じ。これはおもろいっすね。7位、名神高速エクスパーサ多賀下りということなんですけども、近江滋賀のご当地を使用したグルメやお土産を購入可能ということなんですけど、近江とか滋賀ってご当地の何が美味しいんですかね。さらにハイウェイホテルレストイン多賀も併設されていて、日帰りで利用できる大浴場やサウナなどの入浴施設もあるということなんですけどね。すごいですね。次は同率で5位が2つあります。上信越道藤岡パーキングエリア上りということで、群馬県藤岡市に位置するこちらのパーキングエリアなんですけども、トイレのみが、設置されたシンプルなパーキングエリアだが、道の駅ララン藤岡が併設されていて、そこには観覧車やメリーゴーランドのあるミニ遊園地、いや夏は噴水で遊びができるふれあい広場などがあるということで、すごいですね。パーキングエリア自体はトイレしかないんだけど、その併設されている道の駅がすごすぎるで、同率5位が東北道那須高原サービスエリア上りということなんですけども、シンボルとなっているトロリーバスというのがあって、サンフランシスコの街並みを走っていった車両をそのままカフェスペースに改装したものということなんですけどもね。ああ、なるほど、なるほど。なんかね、こう、雰囲気ありますけどもね。何の意味があるんですか？ここと何の意味があるんですかね。第4位、神戸淡路鳴門道、淡路サービスエリア、上り下りということで、淡路島のランドマークとも言えるサービスエリアということで、目印の特大観覧車では、明石海峡大橋など一望できる絶景空中散歩、約15分間楽しめるということなんです。これ観覧車乗れるんですか？この、でかいやつ、ここのサービスエリアから乗れるんですかね。これなかなかすごいですけどね。併設されてるというだけなんですかね、ちょっとよくわかりませんけど、でもこのあの明石海峡は本当におすすめなんですよね。ベスト3はエンディングに。
シギレモンね、フラワーモンキーツアー2023スタジオライブテイク4でした。トレンドレモンの続きです。今日はパーキングエリア、サービスエリアの人気ランキングベスト10をお送りしております。第3位、東名高速エクスパーサー富士川上りということで、富士山駿河湾を望める、絶景を、見られるということで、サービスエリアとしても名高い施設。それだけでなく道の駅富士山ラクザを併設しているということで、この富士山ラクザには、本格的なプラネタリウムや工作科学実験クラフト教室、室内アスレチックが体験できる施設、ドンブラ、隣接する大観覧車富士スカイビューなど、まるでテーマパークのような施設が集まってまあもうサービスエリアじゃねえじゃねえか単なる商業施設に駐車場がついてるだけじゃねえかって感じもしますけども、2位、東海北陸道川島パーキングエリア下りということで、上りはトイレと自販機のみですけども、下りはハイウェイオアシス、オアシスパークに隣接しているということで、こちらも大きな観覧車なんで観覧車が入ってついてるんですか、このパーキングエリアに。水遊びができる広場、滑り台のあるアクアプレイランドなどがあるということなんですけどもね。そして堂々の1位は伊勢湾岸道刈谷パーキングエリア上り下りということなんですけども、売店や飲食店では名古屋飯の代表格ともいえる味噌煮込みうどんや岡崎名物の八丁味噌を、使用した八丁味噌担々麺など東海の名物グルメが味わえるということなんですけどね。すごいですね。ハイウェイオアシスには大型観覧車、観覧車好きですよねサウナやヨガを楽しめる温泉施設などもついているということなんです。すごいです、そしてエレガントな古代ヨーロッパスタイルにリニューアルされたデラックストイレも話題ということで、もうなんだかよくわからない、ということでございます。ということで、今日は、パーキングエリア、サービスエリア、人気ランキングベスト10をお送りしました。トレンドレモンでした。お送りしました不思議レモンネットラジオ、こよいしげなラジオ。明日は金曜日です。夜の11時から、また、明日はねフライデーになります。明日お会いしましょう。不思議レモンでした。